はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。はい、今回はね、久しぶりにちょっと新技も覚えて、それを試しながら、はい、戦っていこうかなと思います。で、まず能力ですね。はい、こんな感じとなっています。で、育成の方ですけど、前回終了後は引き続きバナナ育成をやりながら、中トレは重り引きで、軽トレの方は巨石よけをやっていました。そして重り引きも変動床もレベル3になってもう全然成功しないんでね、そこで重トレはレベル2の瞑想に変えて、軽トレの方でドミノ倒しや、巨石よけですねをやっていったという感じです。そしてバナナ育成がついに5年目を迎えまして、ようやくねバナナ時刻が終焉しました。その時の能力はこんな感じですね。はい、そしてその後はもう力と回避ともに900あたりでストップさせて、ようやくねここら辺で他の能力を上げ始めて、重トレはプールも混ぜながら、で軽トレは猛勉強と走り込みをして、低かった能力をですね高めていって、さらに白銀桃も与えて忠誠度が上がってきたところで今回です。はい、でもねまだまだ育成の途中なんで、今回はちょっとこの時点からはねちょっとセーブしない状態でやっていきたいんですけど、はい、能力はこんな感じになっていますと。もうかなり強くなってますね。あと黄金桃も与えられる余裕があるんで、多分もうオールキャッケージ級は間違いないですね。はい、そして今回は技を覚えていきたいなと思います。で、行く場所が火山ですね。さあ出てくるかな、フェニックスで。ここら辺もねあるかもしれません。さてと、飛ばしていきますか。多分技自体は一発目で、はい、覚えますね。ポンポンとここら辺は飛ばしていくと、で飛ばして、さてここですね。まあここはちょっとカットしてモンスターが出てくるところだけ。さあやっつけて、誰かな、あはは、ネンドロ系っぽいな。剛腕かな、剛腕。わあ、マジでマジで剛腕来た。違うの来いよ、もう一人いるだろうよ。ってことでね、もう剛腕が来て、こいつやっつけてもらいましょう。聞こえたかな、剛腕死亡5秒ぐらいかな。さあファームに帰ろう。さあファームに戻ってきて、ちょっと公式戦出られるようにしておきました。まあ週まで進めたということですね。で、覚えた技、あ、出ましたね、中打掌、力タイプの余裕技で、超必殺技の消費ガッツ50で、ダメージ A、 命中 D、 ガッツダウンとクリティカルはシート。え、こっちの方が絶対良くない？そういうことは言ったらダメということかな。ということでね、この中打者を使っていきたいなと思います。どんな技だろう。今回は S ランク。いやー、ちょっと久しぶりの新技なんで、ちょっとワクワクしますね。さあ来いと。オールドーフいるかな、オールドーフ。はい、一番手に来たな。さあオルドーフ、オルドーフ自慢の力と回避は勝ってますね。ライフだけ負けてるか。さあ打っていこう。対極変形と同じところにあるんだな、ズームパンチ。よし、もう回避はあるんでね。これ、あ、 50% 低いな、どうなの。マジで、マジでどういうことなんだろう。このなんか巻いてるやつは炎だったのかな、なんだ今の。これでなんか電気走らして燃やしてる。これはなかなかすごい技だよ。これでダメージ A なの。こっちの方があれか、対極変形の方がダメージ出るんだ。これでうわははねっとり燃やすな。すごいなこの技、なかなか派手。いや、メタルナーにもこういう派手な技があったんですね。結構ね、あの剣法シリーズというか
微妙に地味なんでね、渋い技ではあるんですけど。なるほど、こういう技もあるんだ。いや全然知らなかった。よし、次はちょっと溜めて打ってみるか。いやプロメテウス、おー、負けてるとこないですね。微妙に賢さ勝ってるっていうこいつにどれぐらい食らうかな。よし、マイクロウェーブかわして99まで、まあ、ガッツ回復は早いんでね、すぐに溜まると思う。近づいていって違う違う離れていくな。よし、これで73パー763か。ガッツダウンは26ぐらいだった。ガッツダウンも何気に嬉しいな。であと対極変化でどれぐらい命中率差があるんだろう。 15% ぐらいあると嬉しいんですけどね、ダメージがない分。ゴーライア、意外に相手が危険してこないけど、もうかなり強いと思うんですけどね。ここら辺は気分かな。じゃあマホローディ。さあマホローディは、うん、まあさすがの丈夫さですね、これは。ただ打っていくよ。これが66、あ、10%ぐらいなんだ。15欲しかったな、このガッツさあるんだったら。やっぱ対極変化が強いんですよね、これ。あ、ミスった。高破山打っちゃった。あ、高破山。最初高破山打ってんのかな、これ。高破山っぽいな。あ、違うわ。ツインショーだかな、どちらかというと。てか今 80% ぐらい外れたが。ツインショーだ。あ、67% か。意外に、まあ、フォローってやりに出ないんだな。燃やす。貝を燃やす。いやどうなんだろう、面白くはあるんだけど、強いかと言われたらちょっと疑問符がつくかもな。やっぱ対極変異がめちゃくちゃ強いんでねその差はちょっとあるかも。さあここら辺は、まあ、勝つこと自体は楽勝だと思う。ではアクアライン、さあアクアラインは、負けてるとこライフか。やっぱちょっとライフと賢さあたりがちょっと低いかな。そう、対極変化打っていくか。対極変化これが 59%。 うわ強いやっぱこれ強いんだよな。これあったら他の技いらないもんな、ぶっちゃけ。そんな感じがする新技ね、新技の回で言うのもなんだけど、これ強いわ本当に。じゃああとは中ダッシュを連発していくか。マホロテでタナトスと、さあタナトス、やっぱり賢さが負けてしまうか。どこか負けるな、さすが S ランク。よしデセナ中打賞打っていくぞ。何なんだろうなこれおお、さすがにクリティカルが出ると999出ましたね。さあダフィエルとゴライアは、おお、ダフィエル、ゴライアが負けまくってる。相当負けが込んでるな。ってことはスカシッペとかなんか嫌がらせしてくるかもその可能性あると思う。危険したか、やる気なくしたか、まあ、確かに今回ちょっと危険がなかったっていうのは、うん、あったんで、やっぱり1体ぐらいは危険してきますね、これぐらいの能力になると。最後のダフィエルの危険もあるな、この流れは。お、大丈夫だった。さあダフィエル、こいつは、あ、やっぱこいつにも賢さ負けてるか。もうちょっとだな。さて最後のやつ打ちますか。うわマジでマジでこっち出るぞ。あんまり回避するとこっちが出ると、火の壁。さあ燃やしていこう、マントを燃やそう。マジンプレス、
さて、これでさよなら。よし、決着つきましたね。でもなかなか面白かったな、技自体は。これでね、またしょぼい技だったらどうしようかと思ってたんですけど、そういうこともなく、よかったよかった。で、相変わらずゴライアがもう負けまくると。なぜかオルドーフに勝ってると。ありえんのかな。はい、とまあ優勝自体は当たり前ですよね。これだけ強くなれば。もうバナナ5年しましたからね、バナナ育成を。それぐらいしたらもうさすがに殿堂入りレベルでおかしくないと思う。はい、と人気はまだまだ低いのかなですね。はい、ということで今回は S ランク戦ってみました。で、新技も覚えてね、それを使ってみたんですけど、どうだったんだろう。やっぱり技の性能としてはちょっと予測通りというか、うん、本当にこれが強くて、これよりはやっぱり劣るのかな。いくらね、命中率がちょっと D っていうワンランク高いとはいえ、やっぱり 10% の違いだったら効率的だとは思うんですよね。まあでもね、これ自体はね、結構派手な感じの技でね、ちょっと楽しみましたね、本当に。結構ね、ここら辺がね、渋い技なんで、やっぱりこういう技があると、戦いも盛り上がるというか、はい、嬉しい要素になったかなと思います。で、技の性能自体は、あ、高破産と結構似てるんだ。高破産のダメージが出る番か。でもこれ打つんだったら高破産2発の方がいい。いい気もするな、って感じで、はい。まあそういうことは言わないと。技を楽しめということですね。はい。そしてね、多分次回あたりで、うん、覚醒会になってオルキア99もいけると思うんで、はい。次回はね、四大大会でもうオルキア99にできればね、行きたいなと思います。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてやる気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。